Peggy 16.皆さんこんにちは。モンスターハンターワールドアイスボーンプロデューサーの辻元です。今回も、皆様にアイスボーンのゲームの情報をお伝えしたいと思っております。エグゼクティブディレクター、アートディレクターの藤岡かなめです。よろしくお願いします。ディレクター市原大輔です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、今回も、いろいろ、ゲームの情報をお伝えしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。This old everworm, from what we know, has the power to obliterate ecosystems from their very foundation. We must stop it no matter the cost! You've seen it? It was long before the first fleet was dispatched. There was an explorer searching for the new world. I hoped our paths would cross again. What is... Songs. The ecosystem. Old Everworm. Is this... about Velcana? We need the Dragon Razor ready now! Unnatural fault lines all over this place. This all points to frequent seismic action throughout the area. Wait a sec. The old Everworm. Master! This may be a fifth fleet assignment, but your master left you something to find. If you don't chase that truth, then it will be lost forever. Come with us. Hunters, fight hard and stay smart. Hey! It's real. はい、というわけで今見ていただきました映像の方ですが、今回ですね、あの映像って結構ストーリーの方 の、シーンも多かったと思いますので、先ほど出てきた映像の中の説明させていただきたいと思っておりますので、まずはですね、ストーリーのところで話せる範囲で話していただけたらと思いますので、はい、うん、話せる範囲でそうですね。まあ今回は、ストーリートレイヤーの第2弾ということで、もう少しそのお話に、踏み込んだ形で、まあ、前回はまあ受付嬢だったんですけど、今回はまあフィールドマスターであったり、こうイベルカーナがどう関わってくるのかみたいなところがまあ少し感じてもらえるような PV になっていると思いますね。ワールドの時よりもあのカットシーンとかでも、うん、いろんな NPC とか もちろん自分もですが、はいはい、入ってるシーンも結構多いですよね。そうですね、ワールドの時はどうしてもあの世界観をすごい重視して説明したくちゃいけなかったので、うん、まあ、なぜ新大陸が
あってとか、調査団って何をしている人たちなのみたいなのを結構、物語に入れてたので、まあ、今回はまあ、そういったことは基本的には、説明できているので、もう少しこう各キャラクターのバックボーンとか、まあ、そういったものに触れれるような、ストーリーにできたらいいなと思って、まあ、今回はまあ受付嬢であったりフィールドマスターであったり、ちょっと調査班リーダーが今度成長していくようなお話も盛り込まれてますので、ちょっと見どころになるかなと、はい、思っております。はい、はい、次はですね、先ほどのプロモーション映像にも出てましたモンスターの紹介をしたいと思います。はい、まずはこのモンスターブラッキディオス、モンスターハンタートライ G で、初登場した、まあ、その時のメインモンスターとなりますね。基本はこう青い口角を持ってる、モンスターなんですけど、前足の先端と頭部にこう緑色の光る、物体があると思います。あれ粘菌なんですよ。でこの粘菌っていうのが特殊で、粘菌を付着させることで、その粘菌が活性化して爆破するっていう、そのなんていうかな、そういう粘菌と共存しているモンスターですね。過去のブラキディオスってとかもちろん、備えたまんま、いくつか新しいアクションを追加してましたりとか、粘菌、アクションによって爆発する時間がちょっと違ったりとかするので、ちょっとこう過去ね、ブラキディオスとこうやり合って、俺はもうブラキディオスマスターだぜみたいなハンターもちょっとそのまま一筋縄でいくかしらっていうところはちょっと楽しんでもらえればなと。ちょっと足をね絡め取るようなもんもたまに、そうですね、ちょっとこっちの方から出る、はいはい、やつとかね、粘菌は、はい、そうなんです、はい、なので、まあ、今まで以上にちょっと立ち位置を気にしながら、ね、立ち回ってもらうっていうのが、はい、まあ、今回のワールド仕様のブラキディオスになっております。はい、はいはい、次はですねベリオロスとなっております。ベリオロスはですねモンスタートライの時に、登場したモンスターですね。はい、まあ、白い飛竜で表情でもすごい、素早い動きをする、特徴的なモンスターですね。あのスパイクを使ってこうフックにして、表情でも自由自在に動いてくるっていうモンスターです。アクションの方はもともと独特のテンポ感がある生徒とのこう緩急を使い分けてくるモンスターで、その辺はしっかりと再現してますし、モンスター側もモンスターハンターワールドなんで環境利用をしてくるような、壁を使って攻撃をしてくるようなアクションがあったりとか、最初結構手強かったりすると思うんですけど、しっかりとこう V 破壊を狙っていって攻略していってもらえれば、そうですね、狩猟できるんじゃないかなと思います。次はですね、前回のプロモーション映像でディノバルドを紹介させていただいたんですが、今回の映像の中にですね、なんとディノバルドの亜種、そうですそうです、こちらの方が収録されてますので、そちらの説明をさせていただきたいと思います。まあ、シリーズ初登場となるアッシュですね。うん、ディノバルドって尻尾がすごい特徴的ですよね。今回アッシュはですね、うん、まあ、正気の谷に順応したディノバルドという形で、アッシュとして設計させてもらってますね。はい、通常種の方のディノバルドが、まあ、体験をイメージして作られたモンスターなんですけど、ディノバルドアッシュの方はタチをイメージした、重粒子のモンスターにしておりまして、尻尾に腐食性の強い結晶がついている状態だと、ちょっとまあ範囲の大きな攻撃でなぎ払ってきて、ハンターの方の防御力をダウンさせるような属性を付与していく。それを食らわないように立ち回ってもらって、ネモンスターの側がこう尻尾を研いで立ちになると、今度まあ素早いこう点を攻めてくるような攻撃をしてくるので、まあ、そこで防御力ダウンを食らっていると結構大ダメージになる感じのモンスターなんで、そこもうまくその防御力ダウンにならないようにしつつ、尖れた時もうまく立ち位置を考えながら、攻めていくような戦い方、立ち回り方をしてもらえればなと思います。なので尻尾を研いだ時っていうのが一番実は強力な状態になりますので、その時間をいかにこうしのいでいくかみたいなところが、まあ、ちょっと、通常時とは違うゲームデザインになっております。今回はですねディノバルド亜種の方を紹介させていただきましたが、一部もう公開されている亜種もいますけど、他にも、モンスターハンターワールドアイスボーンには亜種登場しますので、ご期待ください。はい、そしてですね、今回の映像の一番最後に出てきたシーンありましたね、はいはい、あれ皆さんかなり気になってると思いますが、あのモンスターはですね、実は今回のアイスボーンから登場します新モンスターとなっております。名前がですねネロミエールという名前のモンスターでして、これちょっとあんまり詳しいことは言えないんですけど、軽くだけ紹介してもらえたら。はい、水を使う古竜ということで、まあ、古竜をテーマに今回やっぱ描きたいというのはワールドがずっとあって、まあ、氷の古竜としてイベルカーノを描いて、いろんな属性の古竜を出したいというのがあって、
水の交流っていうのを今回、やりたいねっていうことで、挑戦してます。遊び応えのあるモンスターになってますので、期待しておいてもらえたらなと思います。はい、はいはい。そしてですね、 PV の中で少しシーン出てましたけど、新たな獣人族としてボアボアという、キャラクターが出てきます。まあ、伊手地にもやっぱ獣人族います。まあ、よく見てもらうとこう毛皮みたいのかぶってるんですよ、頭にね。であれ実はポポの毛皮でして、でポポのようにこう自分を大きく見せて、でより自分の強さを誇示してるっていうような、獣人族になります。まあ、独特の文化を持ってまして、ハンティングがうまい、まあ、強い生き物とかハンティングがうまい人とかっていうのを、まあ、尊敬するというか、評価するような文化を持った、獣人族なんで、そういう部分でちょっとハンターと交流を深めながらいろんなクエストクリアしたりとかしてもらうことで仲良くなっていけるお話になります。そうですね。はい。というわけでは、今回はボアボアという渡りのイテチで出てくる新しい獣人族、紹介させていただきましたけど、他にも獣人族がいて、しかもこの、前紹介したモンスターライド、はい、こちらはこの獣人族との関係っていうんですかね、はい、そういうのがすごく影響するって聞いてますけど、はい、でそれぞれの獣人族と交流を深めていくことで、自分の連れているお供がモンスターの乗り方を教えてもらえると、でしっかり各地のこう獣人族と仲良くなってもらえればと、指笛が使えるようになる。そうですね、ライドコードの指笛が使えるようになります。はい。次はですね、今回のモンスターハンターワールドアイスボーンのメインモンスターとなるイベルカーナ、はいはい、こちらのあんまり今も説明できてなかったんですけど、はい、今回は、今までよりはちょっと詳細に皆さんにお伝えしたいと思っております。はい、イベルカーナですね、氷を使います。特殊な氷の使い方をするんですけど、基本的にはこうブレスで吐いたりっていうような形でこう冷気を吐き出すんですけど、まあ、それがいろんなものにこう当たった場合、そこにこう氷柱のようなものがこうバーッとできるんですね。その氷柱を利用した遊びっていうことが結構展開されるモンスターになりますね。イベルカーナ自体がこの、映像をご覧いただくと分かるんですけど、氷を、ね、体にまとうんですよ。でこの氷をまとってる時っていうのは、イベルカーナが自分の力をこう使いこなせる状態になるの でこれをまあなんとか抑え込みたいっていうのが、まあハンターの立ち回りになってくるかなと思うんですけど、このまとってる氷をこう攻撃して剥がしていくことで、そのイベルカーナの氷の能力を抑えていくことができるんで、そういうところをこう意識しながら立ち回ってもらうと、ちょっとこう攻略に糸口がつかめるようになるんじゃないかなと思います。今回ご紹介できるモンスターは以上となりますが、まだですね、公開されてないモンスターもいますので、今後の情報にご期待ください。それではここからですね、モンスターハンターワールドアイスボーンの発売日に、配信されますタイトルアップデートの内容のご説明と、モンスターハンターワールドからの変更点を、皆さんにお伝えできたらと思っております。こちらもですね、量も多くなりますので、この後、藤岡、市原の両ディレクターから、ご説明させていただきたいと思っております。こちらの内容ですね、一部ゲームの方の調整が入る部分もありますが、よりですね、このモンスターハンターワールド、楽しく遊んでいただくように、開発の意図も交えてご説明させていただきたいと思いますので、ぜひご理解のほどお願いできたらと思います。アイスボーンに、アップデートされる、ワールドがアップデートされた場合に、やっぱりマスターランクっていうのが足されることになるので、マスターランクを、まあ、有意義に遊んでいただくためにも、いろんな部分でちょっと調整を入れないといけないと、はい、いった部分がやっぱ、少なからずもありますので、まあ、そのあたり、今回できる限りはい、公開して、いきたいなと思っておりますと、はい、武器の、使用の方の説明、をさせてもらおうと思います。既存の、使用の方にも、一部調整入れてますんで、アイスボーン踏まえての、調整になっているので、はい、インパクトのあるそうです、ね、内容になっているとは思うんですけども、まあ、マスターランク、に向けてちょっと遊び心地を担保したいというところで、はい、今回調整入れています。まず大きなコンセプトというか、はい、調整のコンセプトみたいなところがありますので、はい、そのあたり少し市原の方から、はいはい、説明してもらいます。モンスターワールドアイスボーンで、全体的にこう調整をかけるにあたり、2つ、大きな
部分を注意しながら調整を入れさせていただいております。で、一つは、属性武器っていうのが、比較的有用性が低かったところがありましたんで、その属性武器の有用性を上げる施策と、アイスウォーンが追加されることで、より上位の武器、上位の防具スキルっていうのが出てくるので、その辺の慣らしを行っております。で、この2つを、全体的に、ゲームバランスの調整という形で、手を入れさせていただいております。少しワールドの方でも無属性武器に終盤偏ってしまう部分というのがどうしてもあって、モンスターだとやっぱいろんな属性があってモンスターの弱点があったり、プレイヤーの、優位になる属性、不利になる属性みたいなものがいろいろある中で、いろんなゲームデザインしてるんですけど、ちょっと、ワールドの終盤無属性に偏ってしまったかなという部分が一部あったので、その属性遊びっていう部分をなるべく幅広く、皆さんにも楽しんでもらいたいっていうので少し調整を入れております。はい、ちょっと細かい部分にはなるんですが、全体的な、調整箇所のご説明をさせていただきます。はいはい、まずはその全武器に影響するお話なんですけど、属性の上限値ですね、スキルを、載せていった時に、どんどん属性の攻撃力って上がっていくんですけど、その属性の上限値っていうところに、キャップがかかってた部分があったので、そこをちょっと解放しております。スキルで上乗せしていって、属性値がどんどん上がっていった時の上限っていうのがグッと引き上げられていると、スキルビルドをこうしっかりとやっていく中で、属性をどんどん積んでいったときにそのスキルがしっかり生きる形の調整を行いました。はい、はい、では、そういう形で属性周りの、性能の引き上げを行ったのに伴いまして、武器の威力値ですね、各武器のアクションの威力 と、その威力を踏まえて武器の全体のバランスの調整も、行わせていただきました。まず体験に関してからなんですけど、今回新しいアクションで、新ため切りの出せるまでの手順っていうのを、ある程度詰めることができるようになったので、全体的なそのダメージ値を出しやすくするために主にため切り1と強ため切り2段階ですね、威力とあと属性ダメージの補正、状態上のダメージの補正をちょっとずつアップしております。で、合わせて新ため切りの方なんですけど、こちらは、威力と V ダメージの方をちょっと下げさせてもらってまして、属性値の方だけはプラスさせてもらってます。で、体験の立ち回りとしてため回りを規定に立ち回ることになるので、ため切り派生のアクションの方を取り回しやすく調整入れさせてもらいました。ため切り以外の分では、飛び込みなぎ払い と、あと強なぎ払いの方ですね、この辺の属性値、状態異常補正値だったり、威力の方もわずかにアップさせております。対して、ジャンプ切りの方が前回ワールドの方ではちょっと強かったっていうところがあったので、ジャンプ切り周りは、威力値を下げさせてもらっておりまして、代わりに乗り状態からの攻撃ですね、乗りダウンを取るまでの攻撃を威力値を上げてますので、乗りに行ければダウンは取りやすくなるような形の調整を入れております。細かいところですが、スライディングからの攻撃とかも属性補正値、状態異常値の方をわずかにアップさせていただいております。太刀に関してなんですけど、見切り切りの方なんですけど、見切り切りのアクション自体がかなり強いアクションになってますので、判定時間の方を少し短縮させていただいたのと、威力値自体をわずかに下げております。たちは鬼神斬りの方がメインの攻撃手段になってくるかなと思いますので、鬼神斬りさんの1ヒット目と2ヒット目の威力を少し上げさせていただいております。レイキンケージを上げていくときにこの辺の攻撃を当てていくことになるので、ベースのダメージアップという形の調整を入れさせていただいております。はい、乗り成功後の鬼神4連斬りの、モンスターの頭部に対する4回目の攻撃の威力がダウンします。アイスボーンの方で追加するアクションも踏まえて、全体的には非常にバランスを取ったつもりではあるので、どちらのアクションも踏まえて、武器を使っていただければなと思っております。と、双剣の方がちょっと全体的に下方修正を行わせていただいております。やっぱ手数が多い双剣が、こういうスキルビルドによって属性値が上がっていくことでかなり跳ね上がっていく、仕様に、マスターランクのはなっていますので、そこで、属性遊び、スキル遊びをしていただいて、この元値をどんどん上げていってもらうといった感じが、遊び方としてはすごく理想だなと
ということで今回ちょっと思い切った数値を、ね、調整させてもらってます。さらにその、はい、アイスボーンの方で追加される、スキルの方にもこの、まあ、連撃的に手数を、当てていくことで属性値が上がっていくような新スキルっていうのをご用意してますので、まあ、その辺との組み合わせっていうところもありまして下げさせていただいております。はい、ではハンマーですか、はい、次は、はい、そうですね、はい、ハンマーの方は、情報修正を行わせていただいておりまして、ため系の攻撃の気絶値の方を、上げさせてもらいました。役割としては、3を取っていく形の武器なので、うん、その武器種の個性が生きるような形に調整を入れさせていただいております。はい、終了部への方ですが左右の分回し攻撃をちょっと出が早くなるように調整入れさせていただいておりまして、はい、後方攻撃の方の火力も上げさせていただいております。で、まあ、演奏効果と笛を持って、ちょっとモンスターと立ち回るというところも可能なように調整を入れさせていただきました。新アクションと合わせてね、そうですね、運用してもらうとかなり立ち回りしやすく調整されていると思います。はい、はいはい、では次スラッシュアックスですね。スラッシュ、はい、スラッシュアックスについては新アクションの方で斧強化が入りまして、スラッシュアックスの武器自体が、まあ、斧と剣を切り替えながら立ち回ってほしいというコンセプトの武器なので、全体的に剣側を多めに威力アップを入れております。まあ、斧の方もちょっと使いにくかった部分とかは調整を入れさせていただいておりまして、全体的なベースアップ底上げを行っております。切り下がりのモーションが、まあ、使い勝手はあまり良くなかったなので、ちょっと情報を攻撃しながら、うん、切り下がるようなアクションに変更させてもらってます。はい、まあ、ちょっと打点の高いところ、はいはい、尻尾だったりとか、うん、狙いやすいアクションに変更させていただきました。まあ、今までの分っていうのは、まあ、距離的にも担保されている状態 で、ね、はい、まあ、上が追加されて、はい、ちょっと切り上げで、まあ、多少高いところにも当たりやすくす、はいはい、なっているとはいですかね。まあ、変形切りだったりとか斧の叩きつけだったりとかっていうところを攻撃力を少しアップさせていただいておりまして、で、その他の部分でいうと属性解放の爆発の威力だったりとか、強属性瓶を使った時の属性ダメージの強化だったりとか、属性解放フィニッシュの爆発の方とかの威力の倍率を上げております。はい、続きましてチャージアックスなんですが、立ち回り的に、超高出力を打つだけが正解みたいな形の武器になってしまっているところがありましたので、高出力の方の威力を少しダウンさせる代わりに、斧状態剣状態の通常の攻撃側の威力値の方を全体的に上げさせてもらっております。強属性瓶使用時の超高出力属性解放切り属性解放切りの爆発の属性補正を少し下げてるんですけど、これ当てた時の、爆発の当たりの間隔をこうグッと密集させる調整を入れてるので、まあ、今まで以上に狙った場所に当てやすくはなってるので、そういうところをちょっと触ってもらって確かめていただければなと思います。はい、次に総中棍ですが、総中棍の方はジャンプ突進切りの方の威力を少しだけダウンさせてもらってまして、代わりに乗り蓄積値の方をアップしております。まあ、総中棍が乗りを狙っていく武器っていうところがありますので、その辺調整でさせてもらいました。乗り移動の攻撃のところのダメージの方も全体的に上げさせてもらっております。とさらに領中ボーナスの方も全体的なアップを行いましたのでご確認いただければと思います。はい、次に弓ですが、まあ、他の武器種と比べるとやはりちょっとダメージが出すぎているところがありましたので、ちょっと全体的な加工修正の方を行わせていただきました。具体的なところでご説明しますと、通常打ちのレベル 1,2 が、V ダメージ属性補正値ともにダウンしております。通常打ちのレベル 3,4 は、属性補正のみダウンしております。矢の数が、まあ、3本4本と飛ぶのでそれに全部乗っているという形になってたので、その辺を調整入れさせていただいております。豪車の方もレベル 1,2 は V ダメージ属性補正値ともにダウン、レベル3レベル4の豪車についても属性補正値の方を少しダウンさせていただいております。で、曲車の方は、全体的に気絶値の方を下げております。はい、竜の一夜の方はレベル 1,2 が、固定ダメージ値のダウンと、V ダメージ属性補正値の方を少しダウンしております。竜の一夜レベル 3,4 は固定ダメージ値を少しダウンさせて、V ダメージ値の方も少し
ダウンとなっております。壁登りからの射撃の方もレベル3、4は威力値をダウンさせており固定ダメージ値、EV ダメージ値の方もダウンしております。壁登りのレベル4の射撃については属性補正値、状態値補正値も少し下げております。弓に関しては手数というよりも1回発射されるごとに4発5発と矢が当たってその全てに倍率がかかってしまっていたので、その辺も踏まえてちょっと弓の方も下方修正させていただいております。棒眼の方も一部調整を行っている仕様がありますのでちょっと説明しましょうかね。3段の方なんですけど、3段の方が上下左右の幅はしっかり取ってたんですけど上下の幅がちょっとちっちゃくて当たりにくいという状況があったんで上下の幅広げさせてもらっております。核散弾についてなんですけど、弾が上昇中に、モンスターに当たってしまってその場で爆発してしまうっていうのがちょっと使いにくいっていうところがありましたんで、上昇中は、当たりがない状態で下降中に、当たると小爆弾が出て爆発するような形の挙動の変更を入れております。はい、次に、ライトボーガン、ヘビーボーガンの、弾に関しての威力の話になります。属性弾の方についてなんですが火炎弾、水冷弾、氷結弾、電撃弾の方の物理の方を少しアップさせていただいておりまして属性補正値の方がちょっと暴れてたので少し下げさせていただいております。ヘビーボーガンに関してのみですが特殊弾の再利用までの時間を少し短くなる調整を入れさせていただきました。次はスキルについてですね、はい、防具に紐づく大事な部分なの で、はい、その辺の調整した内容を紹介させてもらいます。スキルの方を、いくつか調整させていただいておりまして有用性の低かったスキルっていうのを調整仕様変更を行っております。毒属性のスキルに関してですけど、今までは毒になっている時間を短縮するっていう形だったので毒になった時に食らうタイミングがずっと同じなのでスキルを重ねても、解消するまでに食らうダメージは変わらなかったんですけど、今回その毒から間隔を伸ばす形に仕様変更しているので、早めに回復薬を使うと被害が少ないというような形のレベル1とか2とかでもスキルの恩恵が受けられるような形に変更しております。体力少ない時とかね、そうですね、ちょっと間に合わんみたいなところがもうちょっと軽減できるかなといった感じですかね。です、はい、気絶耐性なんですが、レベル 1,2 に関して 30%、60% のところを 60%、90% に情報修正しております。腹減り耐性の方ですが、こちらも、レベル 1,2 が、30%、60% だったところを 50%、100% という形の情報修正を行っております。で、防御力ダウン耐性、こちらが、レベル1、レベル2が 30%、60% だったところを 50%、75% に情報修正しています。属性やられ耐性も同じくレベル 1、2が 30%、60% のところを 50%、75% に上げております。昆虫標本達人の方も、レベル 1、2 で情報修正入れております。整備に関してじゃあ装備が今回装飾品を入れるようになったりとかするので、こちらも情報修正入れさせてもらってましてレベル1、2、3が、50、20% という倍率だったんですけど 10%、20%、30% に、情報修正しております。もうレベル 1、2 が結構体感的にも薄かったりとかして、ちょっと位置を積む意味があんまないなとか、いうところをもうちょっと体感的に上げたいなと、例えばその気絶耐性とかだと、100% ならないっていうところが、一つの区切りにはなってくるんですけど、そこから1個下がったのが 60% だとちょっとあんまりこう、あんまり体感がない、そうですね、バランス的に選ぶ選択肢にならなかったので上げさせていただきました。起源ジャンプ攻撃が強化される、こちらが 1.1 倍から 1.3 倍に、上げております。シリーズスキルになるんですが、属性武器の有用性を上げたいというところの意図で強化されているのが快進撃の特殊と快進撃の、属性の方が、全体的に情報修正しておりまして、代わりになんですが、無属性強化下方修正させてもらっております。マスターランク用に、全体的にちょっとバランス調整させていただいたものがありまして、防御のスキルなんですが、こちらまあ防御力プラスがついていたところを、倍率がさらに上がるようにしたので、そのマスターランクで防御力の数値がどんどん上がっていくと、ちょっと小さい数字だとあまり効果が得られないようになるので倍率で上がるような形の調整を入れております。なので、基本種値がでかければでかいほど恩恵がある、ある形に変更しております。次に砲撃手ですが、こちらもマスターランクのモンスターに合わせて情報修正を行いました。レベル1が2が 1.1 倍 1.2 倍だったところを 1.5 倍2倍に、上げております。
次に KO 術ですが、倍率の方を上げさせてもらってます。レベル 1,2,3 で 1.1、1.2、1.3 倍という倍率だったんですが、まあ、1個ずつ上げて 1.2 倍、1.3 倍、1.4 倍とレベル 1,2,3 の情報修正を行っております。はい、と同じくスタミナダッシュの方も 1.1、1.2、1.3 倍の倍率を 1.2 倍、1.3 倍、1.4 倍に上げております。はい、と次が、ちょっと名称の変更のご案内になるんですが、はい、綿棒思想の知識というスキルなんですけど、こちらをもうちょっとスキルの発動条件っていうところの幅を広げまして、環境利用の知識という形でアイスボーンで登場する新しい草だったりとか、まあ、その辺にアクセスしても効果が得られるスキルに上げております。はい、でさらにまあ効果の方もアップさせてまして、回復量の方が、20、35、60回復だったところを50、80、100回復に、情報修正しております。はい、はい、で次に、クライマーというスキルがございまして、まあ、壁伝に捕まっている時に消費するスタミナが減るというスキルなんですけど、まあ、スタミナ消費量が 25% 軽減だったのを 50% に情報修正しています。でこれはあのクラッチクローで捕まった時にも効果があるので、はい、クラッチからのアクションとかがこのスキルでしやすくなるかなと。はい、マスターランクに合わせてちょっと下方修正を入れているものがありまして、挑戦者なんですがアイスボーンの進行で、まあ、より上位版を用意するにあたって、うん、全体的な速度慣らしをさせてもらってまして、レベル 2,3,4,5 が下方修正になってますね。開始の倍率をちょっと下がる形の下方修正になってまして、まあ、さらにその上位版で、ワールドの時の開始率以上のスキルが発動するようになっております。足されてる感じですか？そうですね、はい、上にレベルが2つ足されておりまして、調整を入れさせてもらっております。はい、会心率に関しての使用のスキルの調整のお話になるんですが、はい、弱点特攻のスキルを下方修正させてもらってます。弱点特攻が、弱点部位に、攻撃を当てることで、まあ、50% っていうかなり大きな数値が入っておりまして、ちょっと他の、会心スキルが候補に上がってこないという状況が発生してましたので、弱点特攻の方を下げさせていただきまして、見切りスキルの方を上げる形の調整を行いました。はい、弱点特攻の方が、もともとレベル 1.15%、 2が 30%、 レベル3が 50% だったところを、10%、 15%、 30% と下方修正入れておりまして、ちょっと仕様変更になるんですが、クラッチクローを使って肉質を軟化させた部位に関してはさらに追加で、プラス 20%、 はい、レベル3に関してはそうですね、元の 50% になるという形の仕様変更を入れております。うん、レベル 1,2 に関しては傷がついていれば、レベル1だとプラス5、うん、でレベル2だとプラス15と、うん、元の回心率に戻るような形の仕様を入れさせていただいております。はいはい、で見切りの方は、レベル7までありまして、3、6、10、15、20、25、30という上がり方だったんですが、5、10、15、20、25、30、40という形の上がり方に変更しております。はい、両変更のスキルの共有になります。はいはい、ものによって下方修正とも捉えてしまうかもしれないんですが、火事馬力というスキルがありまして、相手以下に体力がなると攻撃力と防御力に倍率がかかるというスキルになるんですが、ちょっとコンセプトに立ち返りまして、火事馬力というもの自体が、生存性を高めるスキルとして機能させたいなというところがあったので、攻撃力倍率よりも防御力が上がるところにシフトした形の仕様変更を入れております。体力は減れば減るほど防御力が上がっていくという形で、もちろん攻撃力も上がるんですけど、まあ、今までレベル5で 1.3 倍上がってたところが、攻撃力が 1.15 倍ぐらいのちょっと抑え方にさせてもらっておりまして、でとはいえ、このスキルっていうのがあのタイムアタックとかをされる方が結構重要に使われてたスキルっていうことはあの理解してますので、今後のアップデートとかで、その体力のリスクっていうところを攻撃力に転換するような、スキルっていうのも今検討しておりますので、はいはい、タイムアタックをされる方はちょっとそちらをお待ちいただく形になるかなと。はい、ミスバ適用のスキルがあの雪深いところにも適用されるような形の変更をしております。はい、不屈の方が今までが探索でこう2回死んでしまった後はずっと効果がかかり続けていたので、上限の時間をちょっと切らせていただきまして、はい、発動性能は変わらず、効果時間が50分、まあ、1クエ分、はい、普通 の, あのクエストであればほぼ問題ない、体感変わらずに、
はい、使っていただけるかなと思います。はい、渾身の方が仕様変更がありまして、スタミナマックス状態を維持することで回心率が上がるというスキルなんですけど、1時間 と、効果時間というところを調整入れています。というのが、あの手数系の武器に関して言うと、1回こう一振りしただけでその効果が得られなくなってしまうので、ちょっとまあまあ有効じゃないなというところで、効果時間を若干伸ばす対応を入れているので、手数武器の人もこのスキルを使っていただけるような形に調整させてもらってます。回心率に変更はございません。はい、最後がひるみ軽減というスキルなんですが、こちら装中痕でエキスを集めた時に発動するやつとの両立がなかったので、そちらにも意味があるように、はいはい、しています。はい、プレイヤーの方にも影響の強い相違があると思うんですけど、はい、まあ、相違周りも少し、はい、ね、調整入れてますので、はい、そのあたり、ちょっと説明させてもらいます。はいはい、まず、天身の相違なんですが、仕様変更の方を入れさせてもらっております。もともとは、効果時間90秒でクールタイム300秒という形で、まあ、90秒間、モンスターの攻撃をまあ無効化する形の相違になってるんですけど、今回ちょっと仕様の変更をさせていただきまして、モンスターの攻撃を食らうって、回避が発動するたびに発動時間をちょっと短く縮めるような形の仕様変更を入れております。効果時間は120秒に延長させてもらってまして、クールタイムは変更なしで300秒で、一発攻撃を受けるごとに20秒マイナスするという形の仕様が入ってますので、はい、5回ぐらいは5回ぐらいはいける形の性能は担保しております。はいはい、不意に食らう攻撃とかをね、そうですね、まあ、フォローしたいっていう、仕様のもと、実装している装備なんですけど、はい、まあ、ちょっと、もうほぼ無敵時間のような形で運用されている部分に、はい、少し調整をさせていただいております。少しだけゲーム性を持たせていただいております。はい、次に、滑走の装備なんですが、こちらちょっとクールタイムが長くて使いにくいというところがありましたので、210秒から120秒に、はい、短縮させていただいております。はい、次が、アサシンの装備なんですが、モンスター未発見の状態で、空中にいるときに攻撃を当てると、落下ダウンを取れてたんですけど、ひるみに変更させてもらいました。はい、ちょっと性能が強すぎるというところがありましたので仕様の変更を入れております。はい、ダメージを食らうと抜ける系の装備があるんですが、まあ、それがちょっと本当にわずかなスリップダメージとかで抜けてしまってたんで、はい、例えば挑発の装備が小規ダメージで抜けたりとかっていうことがあったので、その辺は脱げない形に変更しております。モンスターハンターワールドの方まだ遊ばれている方ももちろんいると思うんですけど、その進行の中で痕跡を集める状況があると思うんですけど、ちょっとそこで集める量っていうのを緩和させてもらってますので、進行しやすくなるかなと。はい、レベルが上がりやすくなっている感じですかね。はい、アクシデントスタートの方をちょっと仕様変更入れさせてもらっておりまして、アクシデントスタートが発生した場合は、対象のモンスターがいるエリアか、ちょっとレアなポップあるエリアのどちらかに落ちるという形になっております。はいはい、このワールドからその修正がかかると変更しております。はい、マルチプレイ後に出る貢献度の方も、ちょっと仕様の変更してまして、自分の行った行動がそのまま反映されるような形の貢献度にしております。はいはいはい、次はモンスターについてですね。はい、まあ、一部ちょっと仕様を、調整している部分がありますので、はい、その辺をちょっと説明させてもらいます。はいはい、モンスターに関係するところの、変更箇所のお話をいたします。エリア外から、遠く離れた状態でモンスターを攻撃するっていうことが一部できた場所が ありましたので、そこをちょっと塞がせてもらっております。エリア外から遠く離れた状態でモンスターにダメージを与えにくく調整を入れさせてもらいました。はい、モンスターのブレスとかが回復強くさとかに当たると、そこでまあ爆発してしまってちょっとまあ不自然な見た目になっていたので、はいはい、すり抜けるようになっております。はい、瀕死の状態で巣まで移動したモンスターが、まあ、プレイヤーの近くにいる状態でも寝てしまうっていうところが、ちょっと生態的には不自然だろうというところで、うん、そちらもちょっと変更をさせていただいておりまして、はい、まあ、プレイヤーがついてくると、まあ、その場で戦闘が続行されるという形の仕様になっております。はい、寝かしたい場合はちょっと間を置いて、そうです、はい、エリアに入ってからちょっと間を置いて入るのが、はい、今の仕様になりますね。はい、フレンド関係といいますか、うん、仲のいいっぽいモンスター仲とかね、いい、はい、はい、に関しては、まあ、お互いの攻撃で、ひるみにくく調整が入っております。はいはいはい、
レウストレアが吐き合ってね、あ、そうですね、困ったこともあったので、そうですね、はい、まあ、なんかお互いに殺したというような目的になったりとかもしてしまうので、はいはいはい、今までちょっと、まあ、不具合なんですけど、スタン中に、基本的にはスタンチがたまらないような形にしてたんですが、まあ、一部ちょっと細かい場所で、たまるっていう状況があったので、まあ、そこをちょっと塞がせてもらいました、はい、体感的にはそんなに変わらないところだとは変わらないと思います、はい、まあ、ちょっと一部そういう修正を入れてますね、入れております、はい、下位上位の時に、マルチプレイだとちょっとモンスターが怒りやすくなっていたっていう、まあ、こちらも不具合なんですけど怒りやすくなる部分があったので、修正しております。なので、ワールドに比べてマルチプレイでも怒りづらくなっております。はい、はい、で、一部のちょっとガードが困難な方向指定が入っていた部分を方向指定なくしてしまったので、はい、ガードしやすく、はい、修正入れております。はい、先ほど そのレイヤーとかレウスとか、まあ、フレンド関係っていうに関係しているモンスターが、はい、まあ、結構頻繁に合流してたんですけど、ちょっと合流確率調整して下げさせてもらっているので、ガードと比べると合流しにくくはなってます。まあそれでも呼ばれたら来るんですけど、はい、まあね、どっちかがひるんだすぐ来るみたいなのが、ね、はい、結構あったんで、はいはい、モンスターの見た目のお話になるんですけど、ワールドの方では傷が白い、はい、ケバケバした形になったりとかする表現っていうのをクラッチクローを使った時の肉質の中の表現に変更させてもらってるので、まあ、そういう点でちょっと仕様が変わっておりますと。そうですね、なので基本傷がついてたら、肉質が変わってると、そうですね、いった感じで、捉えておいていただいたらいいかなと思います、はいはい、最後にちょっとこれは下位上位の方には直接関係ないんですが、マスターランクの方でちょっと仕様が変更されておりますというところのお話なんですけど、はい、先行の方が、仕様変更しております、はい、で今までは回数で何回以上かけるともう効かないみたいな切り方をしてたんですけど、はい、まあ、ちょっとゲームとしてそれは、まあ、広がりが、減っちゃうので、クールタイムを設けてまして、はいはい、1回先行を与えると、まあ、次効くようになるまでに、ちょっと時間を取らせてもらって、まあ、その代わりこう何回でも効くような形の、はい、仕様に変更してますので、まあ、ちょっと飛んでどうしようもない時にバッて使ってもらって、はい、まあ、そこからしばらくやり取りして、ま、ちょっとクールタイムが明けたらまた先行を使ってっていうような形の変更を入れさせていただきました。例えばレウスとかだったら最初は空中で先行しても落ちてくれるところが、まあ、徐々に体勢をつけていくので、はい、先行しても落ちなくなって、まあ、その場で空中でまあ留まってるっていうような形になる、はい、一旦はなるんですけど、はい、まあ、時間とともに体勢がどんどん減っていくのでまた治療になるといった感じの挑戦になっているという感じですね、はい、今度は施設とか、まあ、オプションとか、はい、ちょっと全体に関わる、ね、細かい調整範囲のことをちょっと紹介させてもらいます。はい、お話しいたします。はい、クエストの戻り先、自分がそのクエストを受けた場所に戻るのか、セリエナに戻るのかアステラに戻るのかみたいなところをオプションで設定できるようにしてます。はいはい、アップディスプレイ周りですね、変更オプションを拡張してます。はい、で、まあ、それに合わせてオプション関係なんですけど、起動設定だったりとか、うん、その辺の設定も変更で企業場所増えてますんで、はいはい、ご確認いただければなと思います。ちょっと軌道に関しては少し見え方が変わっておりまして、今まではこう軌道を上げていくとどんどん白く画面がなっていったのをちょっと色味をちゃんと残したまま、明るくなっていくっていう方に少し内容を調整してますので、若干今までと軌道を上げていった時の見え方が変わるっていうことはありえますので、はい、ご注意ください。はい、色覚特性を持たれている方に向けて、はい、色覚特性のサポートオプションをつけております。細部までしっかりサポートしきれてない部分はあるんですけど、今までよりだいぶ見え方が、はいはい、プレイしやすいような形になっているかなと思いますので、ご確認いただければと思います。はい、そうですね、まあ、ある一定の色味がちょっと苦手な方々がちょっと調整していただければ、まあ、色味でこう記号を持たせている部分が見えやすくなると思いますので、はい、シルベムシにカメラが勝手に追従しちゃう部分のオンオフ機能を追加してます。合わせてまあカメラの速度だったりとか、タイプだったりとかっていうのも、拡張してますので、はい、ご確認いただければと思います。すごいスピードのやつが追加されてるんですね。そうですね、みなぎる速さで、はい、この名前もっぽいですよね。そうですね、みなぎる速さ、はい、開発スタッフがつけてた名前をそのまま採用させてもらいました。はい、これに慣れちゃうとこれが一番いいっていう人が、はい、結構話は聞いております。プレイヤーのシルエットがモンスターの
反対側に入っちゃうと、まあ、カメラから見えにくかったりとかで自分の立ち位置が分かりにくかったりとかする部分があったので、シルエットが透過するオプション設定追加してますので、まあ、使ってみたい方はオプションの方で設定していただければ、ね、はい、ちょっとグレーな影みたいなものがね、こう透けて見えるようになってますので、はい、試してみてください。はい、狩猟笛なんですけど、納刀中も楽譜が出る出ないの設定ができるようにしてますので、そちらも狩猟笛使われる方はご活用いただければなと思います。はいはい、ジェスチャーとはちょっと別に、今回ビューモードっていうのが追加されたので、スクリーンショットをたくさん撮ってほしいなというところで、ポーズセットというポーズを連続で再生して撮影するときにちょっと、まあ、そういう決め絵を作れるみたいな要素が追加されておりますジェスチャーとはちょっと違うポーズだけを撮るようなものなので、はい、ある1個の項目を連続すると4つぐらいのポーズをこういろいろ変わりながらやってくれるので、自分のお気に入りのポーズをこうやって合わせてユーモードでちょっと眺めてもらったり、みんなでポーズ決めたりすると、まあ、いい絵が撮れるんじゃないかな、はい、って感じですかね。はいはい、合わせてジェスチャーとスタンプの方もいくつか追加してますので、ご確認いただければと思います。はい、まあ、お供も一緒に、やってくれるの で、ね、はいはい、そのあたりもみんなで絵になると思います。キャラメイクの部分なんですけど、マイハウスとかでハンターの身だしなみの変更みたいな項目から、自分のキャラクターを、数値化して一覧化する機能を用意してますんで、まあ、自分のキャラはこんな数値だよみたいなのを、まあ、やり取りしてもらって、まあ、そこから自分なりにカスタムしたりとかっていうようなことがしやすくなっているかなと。上手に、ね、こうキャラメイクされてる方の、はい、こう真似したくてもそうです、ね、目合わせしないといけないりするの で、 そ、 で、ね、まあ、そういうのも数字を 100% コピーすれば、まあ、その顔は再現できますの で、 そうです、ね、お互い情報交換し合ったりとかして、メイクしてもらえたらなという感じですね。はい、はい、プレイヤー名のカラーっていうのが、ハンターランクによっていろいろカラーが変わってたんですけど、はいはい、表示される場所によってちょっとルールが不統一だった部分があったので、はい、今回そこをちょっと統一させてもらってるので、はい、ちょっとハンターの表示ネームのカラーが、はい、変更になっている箇所があるのでご注意くださいと。はい、いや、切れ味ゲージの表示周りをちょっと変更させていただいておりまして、はい、もちろん気づいていただいた方いるんですけど、匠をつけた時にどのくらい伸びるのかっていうのがこう、切れ味ゲージの下の方にうっすらちょっと追加されているような形になるので、大体まあその武器の、はい、将来性が見える、ね、ポテンシャルがちょっと分かるような形になっております。まあ、何色にどう伸びていくかみたいなのがちょっと分かりにくかった部分がちょっと分かると、はい、今までハンターの身だしなみチケットっていうのを、まあ、販売させてもらったんですけど、はいはい、まあ、ハンターだけではなくお供の身だしなみも変更できるチケットっていうのを今回ご用意する予定でございます。はい、でただ1点名前だけはちょっと変更できないので、はい、そこだけご注意いただければと思います。はい、これはハンターもお供もそうですね、名前は変更できませんと。はい、はい、これはアイスボーンのストーリーの進行に入ってからの話になっちゃうんですけど、装備ボックスと、装備枚セットでお供の装備ボックスの方の最大上限増やしておりますので、はい、結構増やしてるんです、ね、かなり増やせて、はい、今回もらいました。かなり、はい、十分な量は十分な量は出ると思ったかなと思います。はい、装備枚セットの方に、重ね着装備も登録することができるように変更しております。今までは重ね着は別だったので、そうですね、登録できなかったんですけども、はい、もう重ね着も合わせて登録ができる。で、ね、はい、で、まあ、合わせて登録できるのと、あとカラーの設定も個別で、はいはい、登録できますので、普通の装備と重ね着とでこの色とこの色みたいな形の登録は可能になっております。今までは装備の設定に依存して重ね着の方に色が決まっちゃってたんで、それは別にできますよ。別にできるようになっております。はい、ですね、はい。これちょっとご注意いただきたいところなんですが、重ね着の生産の方が今回加工屋の方に変更になってますので、そうですね、はいはい、調査資源管理所ではなく加工屋の方で、はい、重ね着の方を生産していただく形になります。はい、プレビューも見れますしね。そうですね、はい。今までは依頼を受けるっていう依頼をクリアするっていう形で入手してたので、ちょっと見た目が入手するまでわからなかったりしてたんですけども、はい、今回はまあプレビューで見た目も確認しながら。生産することができます。はい、まあ、ちょっと細かいところなんですが、まあ、生産したことのある5石の方にはチェックマークがつくようになったので、はい、5石のレベルを上げていくと、そのこれ作ったかな作ってないかなというのを確認なので分かりにくかったんですけど、それがまあ今回分かるようにしております。はい、装備変更のサブメニューを追加しておりまして、お供とプレイヤーの変更ができるようになってます。なのでお供の装備変更も加工屋の方でできるようになっております。はいはい、研究基地
という拠点が、あったと思うんですけど、あちらの方に加工屋がちょっとなかったりとか、調査資源管理所がなかったりとかで、拠点として扱いにくい部分があったんで、オワルドの方の一定の進行以降から、ちょっとお使いという形になるんですけど、加工屋の使いみたいな人が来て武器防具が作れたりとか、バウンティーの管理ができたりとかっていう形の NPC を追加しております。研究基地をベースにクエストいたりっていうのも多少はしやすく、はいはい、なりますね、はいはい。でハンターノート生態研究所もそうなんですけど、はい、今回ちょっとモンスターがバッと増えましたんで、はいはい、1個の項目にまとまってるとちょっと検索がしづらいだろうっていうところ で、ね、はい、ハンターノートと生態研究所の方を大型モンスター、小型モンスター、環境生物って形で入り口を分けさせてもらってますので、はい、変更点ご注意いただければと思います、はい。ちょっと今まであったところと別のところになってしまってるかもしれないんで、そうですね、はい、確認してみてください、はいはい。調査クエスト関連なんですが、受注所の方に危険度の表示を追加しました、はい。今まで危険度によってちょっと一部報酬が変化するものがあったので、はい、危険度を表示することで、どのぐらいの危険度のモンスターかというのが分かるという感じですね、はいはい。調査クエストの管理のリストの方にも、特別報酬枠がどんなものなのかというのが分かる表示を追加しております、はい。登録済みの調査クエストを残して、他のすべての調査クエストを削除するという機能を追加しております、はい。調査クエストの、保持可能数、登録可能数の方も拡張させていただいております、はい。環境生物の方にも、サイズが入るようになりました、はいはいはい。で金環サイズの環境生物がいたりとか、はい、いうようなことを、環境生物を取っていただければその辺なかなかのそんなにたくさん環境生物を取れっていうトロフィーは用意してないので、はいはいはい、一応関係するトロフィーはあるんですけど、はい、ある一定の金環を揃えると、はい、トロフィーがもらえる、はいはいはい。トレーニングエリアの方で体験版の方をプレイしていただいた方はもうご存知かもしれないんですが、4段目、プレイヤー側が与えたダメージというのが表示されるようにしております。スリンガー弾、スリンガーの弾とかも、トレーニングエリアで拾えるようにしておりますので、はい、効果とかが分かりにくい弾とかがあったので、はい、その辺もトレーニングエリアで試していただけるようにしております、はい。アイテム販売価格に変更を入れさせていただきました。生命の大本陣ってちょっと別の効果の高い、アイテムが出てきたところもありまして、生命の粉塵の方の売却価格を310から190に変更させていただいております、はいはい。ロビーセッション周りですね、ネットワークのマルチプレイのロビーセッション周りもいくつか回収入れておりまして、はい。募集部の設定可能数を1枠から2枠に増やさせてもらったのと、検索のバリエーションとかも追加させてもらってまして、あと部屋番号の方が、12桁がドンって出てたのでちょっと分かりにくかったところがあるんで、4桁結局10桁入れないとなんですけど、部屋数数はどうしようもなかったんで見やすい、多少は見やすくなるかなと、はい、対応入れさせてもらっております、はい。ラグインボーナスの受け取り時間がちょっと変更になっております。ワルノの方では日本時間の朝4時だったんですが、全世界合わせる形になりまして、日本時間の朝9時に変更されておりますので、はいはい、ご注意ください、はい。9月の6日からになります、はい。一部ですけど、主だったものを紹介させていただきました、はい。細かいところはまだ公式の方に上げさせてもらおうと思うので、はい。また細かいところを追いかけてもらえればと思っております、はい。6月の、ベータテストを、踏まえてですね、たくさんの方に遊んでいただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい。でいろんな、フィードバック、いただきまして、その中でちょっと一部、非常に声の大きかった部分というのを、はい。こちらでも十分に、吟味させていただいて、はい。ちょっと調整の方を入れようかなと思っております、はいはい。ガンランスの新アクション周りなんですが、こちらがちょっと開発側が意図したように機能していない部分が見られましたので、皆さんのご意見しっかりと聞かせていただきまして、再度ちょっと調整を入れようかなということを今検討しております。はいはいはい。使いやすく今かなり、プレイヤー班がね、はい、頑張って慎重にやっておりますので、慎重に頑張って調整しておりますので、はいはい。これは製品版では、はい。発売日当日の、アップデートで、はい、アップデートで、はい。はい。バージョンアップされますので、はいはい、期待をしていてください。
はい、以上でアイスボーンが、発売された以降ですね、はい、まあ、ワールドの方にも修正がかかる、項目を、はい、一部、紹介させていただきました。はい、細かいところは全てではなくて、細かいところを全て公式の方にも、上がってますので、まあ、どういったところに、調整修正が入っているかっていうのを、また確認していただけたらなと思います。それではここで商品ラインナップのおさらいをさせていただきます。モンスターハンターワールドアイスボーンは2019年9月の6日金曜日全世界同日発売となっております。すでにモンスターハンターワールドをお持ちの方はこちらの商品をストアでご予約いただくことで発売日からアイスボーンをお楽しみいただけます。これからゲームを始める方はゲーム本編とアイスボーンがセットになったマスターエディションがおすすめです。ご予約はお近くのお店にお問い合わせください。さらに重ね着装備やジェスチャー、スタンプ、マイハウスの家具などが含まれるデラックスキットがセットになったデジタルデラックスも予約受付中です。これらの商品ラインナップのすべてはご予約または早期にご購入いただくことで限定特典ゆくものシリーズの重ね着装備を手に入れることができます。商品ラインナップの詳しい情報は公式サイトをご覧ください。アイスボーンのクエストを遊んでいただくにはですね、モンスターハンターワールドのエンディングを迎えてですね、ハンターランク16以上になっていただいておく必要があるんですが、まだですねアイスボーン発売日のタイミングでですね、まあ、エンディングを迎えてない方もおられると思います。そういう方にですねおすすめする装備をご紹介します。ガーディアンシリーズという装備なんですけども、生存に系にしっかり振られたスキルが実装されてまして、で防御力もかなり使えるランク帯では高い防御になってまして、しっかりと鎧玉で強化していってもらえればワールドの進行の結構終盤近くくらいまではしっかりと、使える防具になってますので、これを使ってワールドを駆け上がっていただくということができるかなと、マスターランク遊んでるユーザーさんと合流できるような形で使ってもらえればなと思っております。お助け報酬枠というのを、まあ、1枠なんですけど、作ってます。マスターランクのユーザーだったら、上位ランク、下位ランクで、上位ランクのユーザーさんだったら、下位ランクのユーザーを助けられる側が受注したクエストを一緒に受けることで、1枠なんですけど専用の報酬が出る枠を追加してます。助ける側のランク帯に合った、報酬がもらえるような仕組みになってます。ですのでぜひ上のランク帯の方もですね、いろんなプレイヤーのことの手助けをしていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、またですね、初心者のサポートをたくさんすることによってトロフィーも獲得できるんですね。そうですね、はい、アイスボーンにアップデートされたユーザーさんであれば、専用のトロフィーが手に入るようになってます。で、まあ、そのトロフィーとですね紐づく形でチャームという性能はないんですけど武器にちょっと飾れるひらひら舞うものだったりとかっていうのを助けることで手に入ると。チャームの方は他にも入手する場所があるんですね。はい、お助けだけではなくて、ゲームを進めていくことで手に入るチャームもありますし、その条件が揃ったら過去屋に行ってもらえれば過去屋の方でチャーム作ってつけてっていうことができるようになります。結構バリエーションも豊富なんで、個性出しに使ってもらえればなと思っております。はい、今回の映像は、以上になりますが、皆さんいかがだったでしょうか。これからの情報にもご期待ください。それでは最後はいつもの挨拶で締めたいと思います。いきます。はい、はい、人狩り行こうぜー。